歩みを進めよ。道を築け。行く手を阻む多くの難行を越えよ。臆するなかれ、迷うなかれ。汝は公正となりて恐怖に抗う。そなたへ、汝の名は冒険者なり。にも負けずに進む、それが冒険家アルディ・ライトフットだ。それってただのバカじゃねえか。期待を裏切らず有能な士官 B クロフト、私の前にあっては誰もがグズだ。そんなキザではモテませんよ。控えめに、そして可憐に、それが私ニーナです。はっ、可愛いだけで男どもを引きつけようなんて甘いね。溢れる色気、ナイスなバーディー、こんなキャトリーに夢中にならない男なんていないね。おつむの足りない姉ちゃんみたいだな。わしこそが世界最強の男、やがては全ての民がひれ伏すだろう。でもそのブヨブヨした体じゃ相手にされねえな。Very long ago, there was a rainbow that had a great power. Suddenly, bad things always happened there, and the rainbow split and lost its power. But there was these seven pieces that comes together again, and it'll make all the wish come true. One disappeared into the mud where fire sleeps. One disappeared into the cold dark water, into a ruined old town. And one disappeared to the end of the ocean.
the other disappeared. それじゃあ、行ってくる。帰ってきてね。ああ。必ずだよ。うん。それじゃ。あ、何？うん。なんでもない。行ってらっしゃい。うん。行ってくる。ハルディ。必ず帰ってきてね。そうでないと私は。覗き放題だ。ピー、爆発ペック、女湯の壁も一撃だ。ピー、食べるペック、気に入った女の子を一飲みだ。ピー、みんなも試してみろよな。ペック CD ショッピング。ああ、冒険がしたいな。何を言ってんのよ。こんな冒険好きの困ったご主人をお持ちの奥様に朗報です。今日ご紹介するのはこの投げ攻撃用ペック。これなら旅立とうとしたご主人も一コロですね。こんな便利なペックが今なら50スターでご奉仕。電話番号は 12-222-1111 まで。お電話お待ちしてます。ペック公開座談会、ケインズ経済の応用について。ピー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 ペック公開座談会を終わります。
そのくたびれた革ジャンに中折れ帽子、あなたは変態さん。ダハー、俺はアルディ・ライトフット、冒険家だ。ピラミッドでも遺跡でも俺の邪魔をする者をぶっ壊してでも超えてやる。遺跡は人類の宝、未来の子供たちに残していきましょう。大切な遺跡。政府公共広告機構でした。でもいい、せっかく温泉に来たんだ。今日はこの空飛ぶペックでニーナの生まれたまんまの姿を見てやる。飛べー、もうちょっと。おー、見えたー。ここ登別カルルス温泉のお湯室は乳白色だったんだ。これでは何も見えない。うわなど望みません。私の願いはあなたの無事な姿。でもあなたは私の元を去る。どうぞ無事に、どうぞ無事に帰ってきてください。私の願いはただそれだけです。
別。女王サマット。あ、よ、ビン。あなたの生活、台無しにします。ビスコンティ一味。あたしゃ自分のやりたいようにしたいのさ。命令？まっぴらだね。人のために働く？冗談じゃない。あたしはあたしだけのもので、他のやつらのためにアクセスするなんて考えたくもない。この地位も、美貌も、全部あたしのためにあるんだ。なんじゃすぐ死んじゃうよ。さあ坊や、私も暇じゃないんでね、次で死んでもらうよ。目で追うな、頼れるのは感覚だけだ。そんな、私が負ける。一発で決めなかった。お前のミスだな。人など愚かなものよ。誰もが自分の幸せだけを願い、他人などどうでもいい。生きるために他を踏みつけ、妬み、恨み、互いに本当の信頼などありえん。時には自分すら信じられず、苦しみの中で暮らし死んでいく。これが愚かなる生き物と言わずして、何と言えばいいのだ。
なぜに戦う。命を懸けたところで見返りもないだろう。見返りなんて求めていない。奇弁だな。人は欲に動くものだ。僕が欲しいのはみんなの幸せだ。哀れな。お前がみんなを救ったところで誰も感謝などせんぞ。そんなことは関係ない。アルディ・ライトフットはそんなものか。トン、でも僕は歩けそうにない。ならば張ってでも進め。諦めるな。人を守りたいならな。はい、そうだ。それでこそ冒険家だ。トン、ありがとう。子供捨てて何やってたんだよ。え？冒険家なんてのんきなことやってて恥ずかしくないのかよ。アルディ、説得力って言葉知ってる？さあ来るんだ。いや、あなたみたい武男でゲスでハゲでデブの人のところなんか誰が行くもんですか。こら、男でゲスでハゲでデブでスケベで変態で低能で粗暴で切磋のない極悪人とは、なんという口の利き方。みんな大嫌いだ。どうしたのかしら。そう、女に振られ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 続け悪者になりました。あなた、文句が言えますか？覚悟しろ、ビスコンティ！非力な動物が、よくぞここまでたどり着いた。うるさい！どうだ、お前を四天王の一人にしてやる。すべてが思いのままだぞ。黙れ！僕の望みは一つだけだ。おう、なんだ？お前の命だ。よう申した。ならば己の命をかけて試してみるがいい。
せん。わし一人で死にはせんぞ。アルディ、危ない。ニーナ、アルディ無事ね。ニーナ、ニーナ、よかった。断りを司る神よ、私は戦いの中になくしてはならない人をなくしました。願わくば、願わくばニーナをもう一度現世にお戻しください。僕の命がどうなろうと構いません。他に一切お望みません。お願いします、ニーナを、ニーナを蘇らせてください。持ってここに悪者をつ。世相聖和となりて人幸を取り覚ます。誰か語らん臆することのないその姿を、誰か語らん迷わぬその気高さ。いずくんぞ知らんや、ただ悪を打倒するを嘱望せし、その姿を誰か知らんや。かの名は冒険者なり。Thank you.
第一つか。よし、金だ金。いや待て、インフレが起きたら紙だな。じゃあ金か。いや相場が下がってんな。じゃ あ土地だ。バブルの崩壊の後じゃクズだ。あと3秒で決めてね。だ、ちょっと待ってくれ。わかりました、ちょっと待つ。はい、願いは決定ね。じゃあ、私は死んだままじゃないの。プリズムランドミスコンテスト、エントリーナンバー1番ギャトリーさん。おお、これはナイスバデーにハイレグだ。エントリーナンバー2番ニーナさん。あった、スクール水着だ。恥ずかしいな。これは決まりだ。何よそれ。プリズムランドカップも同点のまま終了が近づいてきました。ニーナ、パスだ。そうはいかないよ。カトリー果敢にタックル。バック食われた。なんとボールがペックだ。シュートよ。力いっぱい蹴った。ニューゴール。ペック、いやボールはキーパーを一目にしてゴールに突き刺さりました。ここで試合終了。リリモンドーよ。失礼しました。ニーナです。ギャトリーです。私は神だ。失礼しました。